はい、それでは今日は肩のストレッチについて紹介します。今回伸ばすところは胸廓筋、小円筋、肩甲廓筋、大円筋という筋肉で、肩のインナーマッスルの筋肉になります。ではまず上向きで寝てもらって、肩を横に90度開いてもらって、肘も90度に曲げてもらいます。で、この状態からボールを投げるような外旋という動きをやっていって、で、これで次反対ですね、内旋という動き、ボール投げ終わった後のような動きをやってもらいます。で、この時に注意するのは、肘を90度に曲げたままで、悪い例をやってもらうと、肘がちょっと伸びた状態で、外旋したり内旋したりっていう動きは良くないので、しっかり肘90度に曲げてもらって、外旋と内旋の動きしてもらうことで、肩のインナーマッスルのストレッチができます。